こんにちは。今日は地植えのベニゲショウをカットするところを動画に収めたので、よかったら見ていただきたいなと思います。このベニゲショウは2018年の6月にお花屋さんで見つけて買いました。ネットで育てている方の写真を見てとても欲しくて、お花屋さんで見つけた時は嬉しかったです。鉢で管理をしていて、秋には赤く紅葉してとても気に入っていたのですけれども、徒長してしまい、残念ですがカットすることにしました。その頃花壇を作っていたので、そこへ茎だらけになったベニゲショウを植えることにしました。去年の5月植えたばかりの写真です。カットする場所は枝の付け根であったり、新しく芽が出ている少し上の部分でカットしていってます。夏の暑さにもめげずに、茎だらけだった先に新芽がいっぱいつきました。今年の1月には色づき始め、可愛く育ってきています。またもうすぐ暖かくなってきますので、ここで思い切ってカットをして、次の新しい新芽を待ちたいなと思います。花壇の土も硬くなってきているようですので、ここで一回掘り起こし、花壇を作り直したいとも思っています。今回カットしたものです。しっかりと見ていたはずなんですけれども、ところどころに新しい新芽がついているのがわかります。もう少ししっかりと見てカットすればよかったなと思いますけれども。後日これを小さな鉢に寄せ植えしたいと思います。その動画もできればあげたいなと思っていますので、皆様よかったら見てください。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンを、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。